どうも皆さん、マグニーでございます。今回ですね、私は最近ハマっておりますアウトドア編をお届けしようと思っております。ランキング形式で10位、1位から10位までご紹介していくんですけど、これもですね、私は、始めたのが最近ってこともあるんで、編成で買ったものというよりは最近買ったものってことになってしまうんですけど、新元号のノリに乗っかせていただいて、平成で買ってよかったものっていうね、大げさなタイトルにさせていただきます。ご紹介の方法をちょっとね、昔の他の動画素材と合わせてね、ご覧いただきたいと思いますが、こちらをちょっとご覧いただいてですね、コールマンのコンロとテーブルがセットになったやつ、実際に何回も使ってるんですけども、使い勝手がよろしい。他にもあるんですけど、コンロ的なのは、銀色のね、アルミホイルみたいなの巻いて使うとですね、炭がこびりつかないので、すギョく。第9位はですね、ベッドでございます。こう少し高さをとって寝ることで、そこ、こう下からのこう気温に左右されないというか、だから寒い時なんかすっげー大活躍するし、暑い時もおそらく、活躍するんじゃないかと思っております。このベッドなんです。最近はね、ベッド使わずになんかこうマットとかで寝たりしております。寝たりしてるんですけど、どんなものよりも寝心地は明らかにいい。自身の身長とか、使用する環境に合わせてですね、こうベッド的なものは絶対買っておいた方が、アウトドアでやっていく上ではすごくいいと私は思います。こう、私は持ってるのはローゴス。第8位。こちらに関してはですね、映像がないので、今からちょっと見に行きましょう。皆さん、こんにちは。マグジョーです。なんでやねん。はい、いや、ここは、ローゴスの、キャリーでございます。こいつがこうやって広がります。はい、どうぞ。ロゴスのやつで、これがなければですね、家から車までのね、間、荷物を運ぶのがすげえ大変だったなと思うと、こいつの存在価値を無視はできず。では続きまして、私の愛車エブリー、鈴木エブリーでございます。エブリの様子をね、ご覧いただきながらちょっとおしゃべりしたいと思いますけど、この、車に関してなんですけど、なければ車中泊もできませんし、キャンプもそう簡単に行けないですけど、今まで行くにしてもレンタカーしてたんで、自分の車だといろんなものの中触れたりとか、車中泊もキーを使わずにできたりとかっていうことあるんで、今のこのメインチャンネルの、更新スタイルにぴったり合うものなんですけれども、とドアの中で買ってよかった目線で行くと、こう順当に行くと7位なのかなと。車だけじゃキャンプはいけないでしょ。ファミリーテント、家族でね、本当にゆったりできる、本当に心地のいいあのテント、めちゃくちゃ高かったんですけど、今後使いまくるだろうなと思いました。組み立てと畳むのは当然でかいだけあって大変なんですけど、作りやすいように、組み立てやすいように工夫されているので、すごく良かったです。絶対って今後大活躍です。もうこれから夏ですから、なおさらね、活躍してくれるんじゃないかと思います。同じくテントの、私がずっと使っている水色のやつでございますね。得意のテントとこのテント両方ともロゴスです。このチャンネルご覧いただいている皆様で、何度もご覧いただいているテントかとは思いますけれども、組み立てがね、もう本当に簡単です。その用のテントではないので、めちゃくちゃ早く組み立てられるみたいなことではないですけど、真冬もこのテントでね、私問題なく、過ごせましたし、風が入ってこないだけでそんなにも気温、暖かさっていうか体感温度って変わるんだなっていう、テントの革命をね、初めて知った代物ものでもありますので、どちらかといえば使用頻度の多いこちらのテントを5位に持ってこさせていただきました。車にエブリーにつけるサンシェードでございます。サンシェードというか、カーテンみたいなやつです。車中泊等をするにあたってですね、別にキャンプでもいいじゃないですか。キャンプでも車乗っていくじゃないですかね。車の中を完全に外から見えなくする、ことのできるものでございます。夜に中で電気つけて、うっすら見えるけど、完全に顔で、何をしてるのかまでは見えないので、これがある時とない時での精神的の違い、めちゃくちゃいいなと思いました。あとやっぱ周りにも迷惑かけるので、中で何してんだろうって気になるじゃん、歩いててね、車中泊なんか。車中泊する、できる場所でやってるから、おかしなことではないんだけど、どうしても中って見ちゃうじゃん、見えてたら。そういうのも防げるし、二次被害が防げるし、誰か覗かれてしまう、悪意があって覗いてくる人はそう、いないでしょうけど、そういう人からも守ることできるので、中を隠すためのサンシェードを今回、第4位にさせていただきました。ない時とある時で全然変わったやつ、5倍ぐらいは、車中泊が楽になるというか、楽しくなるよっていうものでございます。第3位はバーナー、持ってくるわ。テッテカテーン、
はい、この緑のカバンではございません。開けますと、私ここにはね、アウトドアで使っている調理器具がたくさん入っておりまして、見て、これ一酸化炭素中華、これもね、ランクインするかと思ったんだけど、いや、もっと下、あれはあいつはまだ下だなということで、スノーピークのバーナーでございますね。車中泊で生きていけるか生きていけないかの瀬戸際の中で生きていくことができるぞっていう、ものでございます。はい、こうやってね、ファイルダウンオンをして、これもね、たくさん使っております。私動画の中でこうやってこうし、こういう感じで火がつくやつでございます。なかなかに火が強いので、お湯がすぐに沸くんですよ。今便利な食品がたくさんあるので、お湯さえ沸けば結構贅沢にご飯食えるんですよね。ってことで、こいつを第3位に持ってきました。ライフラインと言っても過言ではないのでね。やっぱライフライン的なものはやっぱ上位にどうしても登ってくるのかなというふうに思います。荷物を運ぶのに便利なものってのもね、意外と私はこういうアウトドア系ではね、必要だなと思います。見て、ちょっとこいつなんてすげえ運びづらいから、本当に。すげえ運びづらいから。まあ、こういう袋が2位入れて持っていくしかないんでね。はい、第2位の発表を行っていきたいと思います。先ほどの話にもありましたが、運ぶのが楽、片付けるのが楽っていうのは、めちゃくちゃ楽。先ほど車のサンシェードで革命が起こったって、5倍ぐらい革命が起こったって言いましたが、それを上回りますね。あるとないでは、10倍ぐらい差がつくんじゃないかっていう、その楽さで言うとね。はい、っていうことでご紹介しましょう。いろんなもん入ってますけどね。こいつだ。箱だよ。コストコで買ったこのボックス。このボックスの何がいいかって、ちょっと物出して、これ同じタイプの箱であれば重ねておくことできます。ご覧ください。一番後ろ、いや違う違う、こいつです。こう重なって、ピタって重なるわけですよ。だから、持ち運ぶときにめちゃくちゃに楽。重なって置けるというのをご覧いただいたところで、もうこのまま置いてますけどね、もう大体が荷物入ってるんで、この箱のすごいところをこれからご覧いただくと、片手じゃ難しい。はい、いくよ。こうこうして、知ってると思いますけどね、皆さん。はい、こういうふうに畳むことができます。使ってない時のこのコンパクトさで、そして広がるで、重ねていけるね、結構な重いものも入るし、まあめちゃくちゃね、こう満タンに水を入れて持てるかって言われるとそうでもないでしょうけど、これをまあ私は3つ持ってるんですけど、それでも足りねえなって思うぐらい、もうまあ大体でも1回行くのに1個、1箱、2箱あればね、大体荷物収まるんですけどね、家族で行くとなるとやっぱり3つ、4つぐらいはあるとね、便利なんじゃないかなと思います。すげえ持ち運びしやすいんで、車にもねペッペッペッって詰めるんですよ、また綺麗に。そういうわけでね、大活躍のガーナボックスが第2位でございました。いよいよ流行る第1位をご紹介したいと思います。大丈夫、こいつだ。スノーピークのお布団型寝袋。すごいね、お前はすごいね。実際に使って寝た映像とかもね、いっぱいあるんでね、それをご覧いただきながらご紹介していきたいと思いますが、スノーピークの本当に上下が分かれるタイプの寝袋って本当にいい羽毛を使ってます。ダックダウンだっけな、普通の羽毛じゃなくて、使った翌日に日干しするじゃないですか。干して部屋に入れた時のふわふわた、ふわふわ感たるや。もう別次元。マジで普段寝てる布団よりも、いいんじゃねえのかって思うぐらいに、やばいです。寝心地も当然その羽毛で包まれるわけなので、めちゃくちゃいいです。買ってからこの動画を撮っている、タイミングまでで、3回かな ?2 回かなは使ってるんですけども、とても寝やすいし、寝返りも打てるサイズになってるんですよ。寝返りが打てる寝袋ってのはそうそうないじゃないですか。寝袋と一緒にひっくり返るってことはあるんでしょうけど、寝袋の中で寝返りを打てるっていうのはなかなかにこれ、革命的でございまして、一応まあ真冬で使ったことないんですけど、おそらく真冬でも大丈夫だろうなっていう気はしているので、今後かなり長い間お世話になると思われるこちらの寝袋が第1位でございました。やはりライフラインが一番ですね。これがないと本当話にならないんで、冬なんて過ごせないですし、テントだけあっても寝袋がなかったら話にならないですし、まあとにかくみんながこう支え、全ての道具が揃ってこそのこうキャンプとかアウトドアであるんですけれども、まあその中でも、重要なのは寝袋だなっていうのを私は伝えたくて1位に寝袋を持ってきました。めちゃくちゃ今までこの寝袋を使うまでは7000円ぐらいかな、7800円ぐらいかな、あの歩ける寝袋っていうなんかよくわかんないやつで寝てたんですよ。寝袋なんて何でもええやんけと、寝袋なんか何でもええやんけ、寝れたらええやんけって思っていた口です。でも寝袋を変えてから、
体の休まり方も違いますし、寝入り方も違うので、体調の回復は全然違います。これ本当です。車中泊、もしくはキャンプとされる方、寝袋を最優先して考えてください。これをお伝えしたかった。でベッドがあるとなおさらいい。ベッドの上にいい寝袋で寝れるだけで一泊するアウトドアの快適さが100倍です。言い過ぎたかもしれないけど、まあ、とにかくそれが伝えたくて1位に寝袋を持ってこさせていただきました。皆さんの寝袋妥協しないでねということで、はい、最近始めたばっか新米の、新米のアウトドア YouTuber マグニによる、平成で買ってよかったもの、トップ10でございました。何かの参考になれば幸いです。それでは皆さんまた次の動画でお会いいたしましょう。